はい、どうも、サイバータケです。本日はですね、百姓の園さんまたちょっと来ていただきまして、ちょっとこのジャガイモの生育の様子と、夏野菜のね報告と、見ていただくのも兼ねて、来ていただきました。でね、すごくこのシャドークイーンなんかもすごく褒めていただきましたね。本当にね、不思議なんですけど、昨日僕あげましたけど、ここ見ていただいて分かる通り、もみ殻をね、これまだだいぶ残ってますけど、はい、かなり残ってます。このもみ殻をね、あのバケツ何倍もね入れました。全部にじゃなくて、1平米あたりあれがな 1杯ないしは2杯とかね、もうごっそごそ入れてね、で米ぬか入れて、で管理機で耕してしましたけど、見ていただいて分かる通り一切窒素飢餓にはなってないですよね。ね、はい、一切窒素飢餓にはなってないです。見ていただいて分かりますよね、これね。はい、で窒素が有り余ってるかっていうと、有り余ってるほどでは多分ないと思いますけどね、多少こうやってね虫もいます。若干病気にもね、やっぱりナス科なんでね、多少はなりますけど問題はないかなと。ここもね、実は通路なんですけど、ジャガイモがね予想以上にちょっと大きく育ってしまったんで、もう通路ではなくなってしまってます。実はここ通路です。本当はね通路です。見てもらうと分かると思うんですけど、防草シートがあるでしょう。防草シートの名残もない感じぐらい本当に茂ってます。これこの間の動画で挙げた通りね、これめしべ見てもらうと分かる通りね、元気でしょ。でこっちもね、これがメイクイーンと、これが男爵かな。でここメイクイーンとか、こっちがメイクイーンか、でこれが男爵。綺麗にね、花の違いがよく分かるでしょこれね。この辺だけ男爵最後植えたんでね、男爵でメイクイーンで、ここシャドークイーンね。シャドークイーンだけちょっとね晩生って言ってましたんで、百姓の園さんだいぶ晩生やっておっしゃってたんでね、6月末ぐらいまでちょっと引っ張ってここは放っとこうかなと。そういう意味でもね、シャドークイーンここ固めたんで、この一列だけね、まあ、最後の最後まで放っといて、この辺にねちょっとなんか違うものを植えていこうかなと思います。こちらね、玉ねぎ、うちの娘が植えた玉ねぎです。もうぼちぼちね、まあまあ玉なってきてるんじゃないかなと思います ね。できてんのかできてんのかちょっと分かんないですけど、初めてなんでね、まあまあでも玉ねぎの形にはなってきてるんでね、安物苗買った割には特価でね売ってたんで、これ買いましたけど元気に育ってます。はい、でこれがねワイルドミニトマトと中玉トマトです。これピーマンですね。でこれ褒めていただいた空心菜、これもね7月になったら山ほど取れますんで、また食べていきたいと思ってます。オクラなんかもね順調に元気に育ってます。これつるむらさきもね、はい、元気です。自然薯がねいよいよ元気になってきてるんですけど、ネット張ったりするのがねちょっと邪魔くさいんでね、基本物草なんでね、僕の性格がここのネットというか、まあ、このフェンスをね利用してここまで伸ばしたろうかなと思ってます。ここをね、まあ、自然薯の草というかで、まあここちょっと里芋出てきますけど、まあ里芋に絡みながら、まあ自然薯ということなんでやってくれればいいかなと思ってます。でこれ4つがね、この4発ここちょっと見にくいですけど、この4発ね、ひょうたんです。まあ、ひょうたんも自前でいこうかなと思います。ええ、ズッキーニもいい感じになってきてるんじゃないでしょうかね。初めてですけど、ズッキーニ意外とズッキーニって痛いな、すごいな。こういうね売り買って
この茎のイボイボが痛いですよね、意外とね。本当に垂直栽培してるんですけど、いけるんかな。これと同じように育ててますけど、実際ちょっとね、芋の出来がどうなのかっていうのは、同じ品種で男爵ですけど比べてみようかなと思ってます。ちょっと時間があればね、何個か試してみようかなとは思ってますね。えせっかくこんだけあるんでね、いろいろ試してみたいなとは思ってます。まあとりあえずそんなとこですかね。ちっちゃいやつをちょっとね、垂直栽培でやってみるのもありかなとは思ってます。はい、とりあえず経過報告は以上です。それではまた。